こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説本を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、雨にわかにしてかささぎ枝に驚くです。風狂ってホタル草に落ち、雨にわかにしてかささぎ枝に驚く。風が強く吹きつけてホタルが草の上に落ち、にわか雨が降り出して枝のかささぎが驚いて旅立つによる言葉です。穏やかに落ち着いた情景に何らかの力が加わって新たな情景が生み出されるという自然あるがままの姿の描写であります。それでは今から雨にわかにしてかささぎ枝に驚くを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。